クレマン・ラングレは、フランス・ボーベ出身のサッカー選手、リーガ・エスパニョーラ FC ・バルセロナ所属、フランス代表、ポジションは DF、a s ナンシーの下部組織で育ち、2015から16、シーズンにトップチームで34試合に出場し、リーグラン昇格に貢献した。ラリーガのセビージャ FC が獲得に関心を示し、2017年1月4日に2021年までの、 契約をセビージャと締結。遺跡金は500万ユーロ。2017年8月19日の RCD エスパニオールとの開幕戦で初ゴールを決めると、その後はチームの中心選手として活躍。チャンピオンズリーグではベストイレブンに選出された。翌シーズンからは争奪戦となり、2018年5月には FC バルセロナが3500万ユーロで、 個人合意したと報じられた。2018年7月12日、FC バルセロナが3590万ユーロの契約解除金を支払って獲得したことを発表した。契約期間は5年間で、契約解除金は3億ユーロに設定された。10月31日の国王杯、クルトゥラルレオネサ戦で移籍後初ゴールを決めた。 結局同シーズンは、サミュエル・ユムティティが左膝を負傷した影響もあって、ポジションをつかむと23試合に出場した。分析好きで、知られ、iPad を使って、対戦相手を調査することを得意とする。ありがとうございます。